ジャン・フランソワ・ド・トロワはフランスの画家である。歴史画や宗教的なテーマの絵画も描いたが、基地に富んだ人物を描いた風俗画家として評価が高い。パリで生まれた。父親のフランソワ・ド・トロワは有力な肖像画家で、父親から絵画を学んだ。ローマ賞に応募して落選したが、父親が費用を出して1699年から1705年の 間、イタリアに留学した。はじめローマに滞在し、在ローマフランスアカデミーの部屋を与えられた。1708年には、父親が校長を務めていた、王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。1724年から1737年の間、ベルサイユ宮殿やフォンテンブローの宮殿の装飾画の依頼を受けた。1738年からローマに移り、 在ローマフランスアカデミーの校長を務め、亡くなるまでローマに滞在した。ローマのアカデミア・ディサン、ルカの名誉会員に選ばれ、1744年に一時、校長に任命された。弟子にミシェル・フランソワ・ダンバル、アントワーヌ・ド・ファブレー、マリアンヌ・ロワールらがいる。愛の告白1731年、アクタイオンに驚くディアナ1734年、 モルデ海の勝利1736年頃、ありがとうございます。